こんにちは。こんにちは。リライズニュースの西尾です。本日は森の中の隠れ家、体と心のケアサロンを、されていらっしゃいます田辺佳代子さんにインタビューしたいと思います。田辺さん、よろしくお願いしよろしまくす。お願いします。私は愛知県東浦町でオーガニックの子がオフェイシャルだったりとか、あとプロソフトっていう施術をしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、早速、そんな田辺さんにお伺いしていきたいんですけども、現在の夢ビジョンというのはどういったものなんでしょうか。はい、ちょっと大きく長くなってしまうかもしれないんですけぜどひ教も、えてください。すべての人が心も体も健康で美しく、喜びや幸せで満ち溢れている社会っていうのがビジョンであって、こうやっぱりエステとしてね、こう外側の美容っていうのでまず入ってはいるんですけど、やっぱりそれだけじゃなくて、内側からこう溢れるような自分らしい美しさを、でそれぞれが認め合って調和し合ってるような、こう社会か世界をこう味わいたいなっていうのがあります。で、私はまあそのためのツールとして、こう一人一人が体の声を聞いて、自分自身ともっと仲良くなっていこうっていうことを伝えています。で、体の声とかその臓器の声っていうのは、やっぱりその人のこう本当の、ね、本心というか本音みたいなところとか信じきっていることっていうのをこう教えてくれたりするので、本当に例えば先日いらしたお客様のお話なんですけど、すごいやっぱり肩と首がもうガチガチだから、もうなんとかしてみたいな感じで出して、で肩の声、その方の肩が言っていたのが、もう聞きたくないみたいな感じに 言っていて、聞かなくていいのにね、聞きたくないよみたいな風に言って、まあ、それを施術終わった後でお話ししたら、ああっていう感じで、こう職場の関係だったりとかで、やっぱり自分にね、納得できないこととかも聞かなきゃいけなかったりして、そういうことをこう肩も言ってても、聞かなくてもいいって言ってましたよみたいな、なんかそういう話をしたんですけど、そういう我慢してることだったりとか、思い込んでることっていうのが外れていくと、まあ、それが見た目としての、まあ体とか表情の美しさだったりとか、心の美しさにも、まあ、つながると思うので、それがね、やっぱり争わず競わず、それぞれの良さを生かし合う社会になるんじゃないかなと思っています。自分のこう体に問いかけてみて、臓器に聞いてみて、仲良くしてっていうところですね。そうですね。これが本当のね、本心のところと、に自分が気づいていくっていうことになるので、いや、まずはでもそこからですよね。ね、ついつい忘れてしまうので、頭の声ばっか聞いてしまうので、いや、でもそれがね、結果としてこう表面に出てくるっていう、そういうことですよね。いや、すごい素敵な夢ビジョンだなと思ってお伺い、してるんありですがけとうどございも、ます。今、じゃあそれを教えていただいたんですが、それに対する目標や計画などが、あれば教えていただけますか？そう、なんか直接どうつながるかなって感じなんですけど、ずっと昔から描いてるビジョンが、私が本当に木とか森がすごい大好きなので、ロード・オブ・ザ・リング出てくるホビットのお家みたいな、木、ツリーハウスとか、これ木と自然と共存していいでるすこう村みたいなのがね。あるんですけど、そういう空間というか施設みたいなものが、で、まあ、もちろんエステとか施術もそうだし、カフェだったりとか、なんかそのお子さんたちも、ね、キッズルームがあったりとか、ヨガとかマルシェができたりとか、なんかそういう美と健康の複合施設ができたらいいなっていうのをずっとこう描いているので、なんかそれがまた、ね、いつっていうのはまだあれなんですけど、なんかそういう夢が叶えられるといいなと思ってます。めちゃくちゃいいですね。いやー、私も森とか木とか大好きなので、遊びに行きたいですね、それは。本当サロンもで、森の中みたいなのをイメージして、火をいいで立すててやってるんですね。けど。えー。
や、そこからなんかも癒しがそもそも来ますよね。そうそうでいうす空間で。ね。ううーん、ん。森の中に本当にいるような空間で施術をねえ。癒してでもらいたいっていう感じなので。いやー、そしたらですね、まあ、そういったことを目指されてということなんですけど、具体的には今どういったことを、なさっているんでしょうか。今はその最初の自己紹介でも言ったんですけど、はい。自宅の1階にその森の中の隠れ家のようなうん。館を作ってまして、はい。猿だったりとか、ホロソフィーっていう、本当に分かりやすく言うと生態のようなものになるんですけど、その施術をしていて、で、今後またこれからやりたいなと思っているのが、そのより体の声をじゃあどうやって聞いていけばいいんだっていうところを、レッスンというか講座みたいな形で何かこうヒントをお伝えできたらいいなっていうことを思っています。なんかお子さんもね、小さくてね、まだいらっしゃったりするので、そうですね。ね、一緒にね、お母さんがこう、ね、いらっしゃる空間っていうのは、子供としてもちょっと安心ではありますよね。そうですね。そしたらですね、ご活動を今されてる中でなんですが、大切になさってる思いとか、活動心などが、あれば、お願いいたします。そうですね。最初のビジョンのところでもね、そはの、い。皆がそれぞれの美しさをこう生かし合う社会をはい。作りたいっていうのがあるんですけど、はい。やっぱりそれって本当に体の中もまさにそうで、やっぱり肺が心臓っていいな、ずるいなとかやっぱり言わないみたいに、やっぱりお互いがそれぞれの形だったり役割っていうのをこう、ね、リスペクトし合ってるというか、自分で自分の役割や良さにやっぱ誇りを持って、それで一つの体っていう、世界を作っているので、それを、目指してというか、人間たちもやっぱりそれぞれのね、見た目形が違ったり役割が違って、それぞれのこう良さが違っても、いやみんなすごいよねみたいな。の世界になれればいいなと思ってるので、そうですね。その体っていう、こう、もうずっと生まれた時からいつも一緒にいてくれて、いつもこう見守ってくれてる、で応援してすごい味方でいてくれて、愛してくれてるっていう存在がいるので、こことやっぱりもっとコミュニケーションがね、それぞれが取れるようになれれば、こう不安とか孤独で何かを選ぶっていう生き方じゃなくて、もう安心して調和のベースで生きられて、やっぱそれぞれがこう美しいっていう、内面から美しい状態のまま自分を表現できるなと思っているので、そういうことをやっぱ大切にしています。いやー、今の時代、本当にでも必要ですよね。どうしてもね、情報がやっぱりすごい多いので、何か正解はやっぱりね、いろんなところに、外側に求めに行くんですけど、本当によくね、聞く自分の答えは自分にしかないよみたいなのが、やっぱり、じゃあどう体に効いていくんだっていうところかなっていうのを、一つのツールとして使ってもらえるといいんじゃないかなと思ってます。いやー、素敵ですね。なんかどんどんこう情報がね、多い中で、外に外にってこう行くようなのを、中をね、こうすごく見つめるような、すごくね、きっかけ作りになるんだなと思いながらお聞きしていました。はい。そしたらですね、今もご活動を、聞かせていただいてるんですけど、今のご活動されるようになるに至ったきっかけについては、何だったんでしょそうですね、そもそもエステティシャンとして18年やっているうんですけん、ど、長最い。初は本当にこう言われた通り、ここを何回も見なさいみたいな、この手順通りやっはい。て、こう表面をこう必死で揉んでいたんですけど、はい。お客様がね、その時はもちろん良くなっても、はい。また次来た時にまた同じように戻っている、硬くなっているっていうのが、あれっていう、どうしたらもっとこう結果が出せるようになるのかなっていうのをこうずっと考えていた中で、私はそのホロソフィーっていうのに出会ったんですけど、ホロソフィーは本当に結合組織っていう、体を全部つないでいる膜っていうのを扱っているんですけど、前提が本当に体は完璧ですよっていう、症状は悪いものじゃなくて、それをやっぱりこう何か
教えてくれるものがあるな、体を良くしようと思って出してるんですよっていうのがあったりとか、本当にもう体も心も実は魂っていうその全部のバランスを手で感じて、まあ、もちろん臓器とかも手で感じたりして、でそれで全身を調整していくものなんですけど、そう本当にホロソフィーとの出会いがやっぱりすごい大きかったのと、またその中でその、臓器の声を聞けるよっていう潜在意識の専門家 の、 東堂ひろみさんっていう方がいらっしゃって、はい、その本をホロソフィーの仲間がすごいいいよみたいな感じで勧めてくれたのを見て、あそうかみたいな、本当に体が潜在意識の声 を知っていて、うん、それを聞くことでやっぱりより自分自身が、ね、生きやすく、こう自分らしく美しくなれるんだなっていうのを思って、そのホロソフィーとひろみさんとの出会いっていうのがすごく今の自分にとって結構大きな、ポイントになってますね。そういうきっかけがあって、まあ、今のあの道につながっていったということですよね。はい、まあ、それに出会ってもですね、まあ、今のね、田辺さんの道を目指すようになる人とそうでない人もいるかなと思うんですが、でもこの道だなってこう思われるようになった、その背景としてはどんなことがあったんでしょうか。そうですね、で そもそもやっぱりエステティシャンっていうのを目指したきっかけっていうのが、大学では私は心理学を学んで、はい、でやっぱり人を癒したいっていうのがあって、うん、でも大学で学べることって結局その計算だったりデータを取って統計でみたいな、うん、なんかちょっと本当にやりたいことと、でもその先にあるのかもしれないけど、なんかこう違うなっていうふうに思っていたところに、自分自身がこうエステに行くっていうきっかけがありまして、うん、まあ、それもなぜエステに行ったかっていうと、はい、当時大学の授業もありつつ、うん、こうアルバイト 2,3 個掛け持ちして、本当に週7ぐらいで、なんか今思うと本当によくできたなって感じなんですけど、深夜までずっと、うん、働きっぱなしで、でそれがやっぱり自分の、顔に出たんですよね。顔に本当に顔中にニキビがバーってできてしまって、もともとそんなに出るタイプではないのに、もう、うん、明らかな体のサインというか、もうや頑張りすぎだよみたいなのが今思うと分かるんですけど、その当時はやっぱり全然聞けてなかったの で、うん、でどうしようどうしようって、顔だから本当に自分もよく見えるし、人からもこうどうしたのみたいな感じで見られる、うん、でエステに行くっていうことがあって、その時のお担当してくださった方が本当にこう優しくね、肌を触りながら、こうあよく頑張ってたんだねみたいな風に声をかけていただいて、涙がなんかこうボロボロボロみたいな感じで、その時に出て、あ私がやりたいのって、そういう心とか、ね、その体とか肌も癒しながら、心もこうやってこう癒せるって、あエステって仕事すごい本当に私がやりたかったことだなっていうのに出会って、そうですね、そこが背景です。いやーすごい、それが感動だったんですね。そうですね、うん、なんか体の声を聞いていただいたというか、うんうん、涙が出てきたのでわーってびっくりして、なんかあれですよね、もともと人から結構ご相談とかを受けられるような感じだったってお聞きしてたんですけど、学生の時から。そうですね、そもそもやっぱり大学で心理学を学びたいって思ったのも、うんうん、こそ学生時代とかにいろんな相談とか恋愛相談みたいなのっていうことがなんとなく多くて、で話していくうちにやっぱりそのみんなの表情がやっぱり明るくなっていくとか変わっていくっていう瞬間がきっとあーっていう、なんかすごいなんだろう、嬉しいぞ楽しいぞみたいなのがあって、そういう心のことをやっぱりもっとしていきたいなと思ったんですけど、私自身もこうまあ、3姉妹の長女として実は生まれて、やっぱり本当にお母さんの役に立ちたかったっていうのがきっと根底にあると思うんですけど、だからこそその人の役に立つために頑張るみたいなのが結構デフォルトであって、それがねずっとこう頑張り続けて、その大学時代の顔出たのもそうだし、結構エステティシャンになってからもいろいろこうちょこちょこ出ては
いて、で、だん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 自分もね、やっぱり子供を産んだりとか、そこで教えてもらったり、子供から教えてもらうこととかだったりで、あ、体の声を聞くことを自分がしなきゃなっていうのを、すごくこう、少しずつ学ませていただいてきたなと思います。いやー、なんかもう、田辺さんの頑張りがすごくこう見えたのと、そこでね、本当のでも癒しに出会ってっていうので、本当にね、そこで癒された経験があったんだなっていうのを、いやー、お伺いして思いました。いや気づー、けないんですよね、頑張ってることにすら気づけなかったので。それではまあ十分今ね、まあ、そういう思いを持ってこう活動なさってる田辺さんの様子がお伺いした中なんですけども、最後にご覧になっている方にですね、メッセージがありましたらお願いできればと思います。そうですね。なので本当に、ね、頑張ることがこう当たり前というか、やっぱり女性の方ってその子供だったりその親だったりとか人のために頑張ることがやっぱりできてしまうと思うんですけど、こうだからこそ、じゃあ自分の体は心は何て言ってんだろうっていうところをこう体の声を聞くっていうことで知っていく女性が増えたら、すごく、ね、自分自身も癒されるし、いい社会になっていけるんじゃないかなと思いますので、なんかそこをね、体の声をちょっと立ち止まって聞いてみるっていうことをやっていってほしいなと思います。はい。本当にね、癒しのメッセージを、発信してくださりありがとうございあます。りがとうこごれざかいらましも、た。ご活躍を応援しています。はい、ありがとうございはまい。す。田辺佳代子さんのお話をお伺いしました。ありがとうございましありがとうございまた。した。